はい皆さん巻いてまいどでも毛染めさ白髪染めあのやっぱりケチるとろくなことないよね暗めの色はそれほど影響ないけど明るめの色それこそぬかみそにつけるみたいにきゅうりをぬかみそにつ,つけるじゃないあのぐらいの気持ちで塗った方がよく染まってるかな まあこれアルリアの話だけどねよそのメーカーの薬剤はどうかわかんないし、まあ、自分が、まあ、毛染めの塗り方なんか実際勉強したこともないしね。ベースを上げてロング低めの方が受けがいいかもこれは料金表の問題だね、まあ、料金表の値段を高めに設定しておいて、まあ、ロ,ロングの人が来ても割り増しなしとあその方が余分に取られた感が減りますねってねこれちょっと難しいよねあんまりね 高めに書いちゃったことショートの人が来なくなっちゃうからねだからその分ショート割引って書くしかないよね <laughs> まあねこの料金問題は難しいよね黒板とかスタンド看板とか置いておくと勝手に入れますよはいリンク先生毎度毎度ね口で言うのめんどくさいって本当にめんどくさい下手なアシスタントより物を売ってくれますよってそんな売れるうちなんか売れた試しがないよ 有名予約サイトも広告費と捉えれば、再三どうなのってやめたくなるけど、レセプション1人雇ってると思えば、まあ安いのかなと、レセプション1人頼んだら、相当なな金額になるよねまあそれでね、利益が出ればいいけどね、なかなか難しいんじゃねえかな、まずうちあたりがね、そんな SNS の予約サイト使ってもね、儲かる気がしないよ。はい インボイスイインボイスって何よ、もう調べる気もしないよ、あんなの、なり行き、まあ、23年10月からとか書いてあったけど、よくわかんない、成り行き、成り行き、もうその時考えりゃいいよね、あとうちのお兄さんはね、あの王子様育ちだからね、<laughs> 美容師になりたかった、ま消去法で美容師選んだわけだからね、<laughs> はい値段問題ね、奥様はシビアですよね。だけど 10円安いスーパーにわざわざキュウリ買いに行きますっつった割にはさコンビニ袋さ平気で買ってないまあ食材に関してはね本当ににーキだからねもう高いもん買ってたら切りないからどうしてもね安いもん安いもんでね探して買うようになるけどねでも髪の毛に関してはねどうなの美容室ね100円安くても下手くそんとこには行きたくないよね あと男はね、あのー、他に金使うことがないから、意外と無頓着っつうので、その割にはさ、出かけたときに高速道路、1個早めに降りて300円浮かすとかね、男って、あの下でずっと行くとかね、高速使わないでね、そういうとこケチるよね、なんか死んでんけど。あと燃費が悪いから、そーっとアクセル踏むとかね、まあ、男ってなんかケチるところがちょっと違うよね。<laughs> 皆さんはどうだろうね。はい、お疲れ様でした。